今ら聞けない IT 集次の問題はこちらです、えー。リレーショナル型データベースにおいてあるテーブルから他のテーブルの項目を参照する関係にある場合、えー、参照する側に当たる列に設定されるキーは何でしょうか、まあ、要するに、えー、リレーショナルデータベースというのは簡単に言ってしまえば、まあ、いくつかの表がつながりあって実現しているデータベースなわけですね。 そそしてれ、まあ、れぞれのテーブル同士はつながり合うこのつながり合いというのは何かというと簡単に言ってしまえば別のテーブルから他のテーブルの情報を見に行く関係にあるこうすることによってつながるわけです。そしてその見に来られる側のことを何と呼ぶかざっくり言うとそういう問題になります。これを外部機 というふうに呼ぶんですね、えー、ぜひですねデータベースについては様々なキーワードが存在します、えー、きちんと覚えておいてください